ベクターに見かけられたな。ベクターの力も驚いてるのさ。あまり時間がない。危害は加えないわ。ベクターを攻撃したのは私たちじゃない。私の目的は戦争を止めること。教えろ、タイランは誰と組んでいるんだ。ほどいてくれ。交渉できる立場じゃないだろ。誰なんだ。スタール、ヨハン・スタールだ。ヘルガーンにいる。マッサーを渡したろ。生物兵器を作ってる。ベクタ人にハーフも全員死ぬぞ。君もそうだ。命令を受けたでしょう。従ってくれると思っていたけど。何言ってるの。マッサーのしていたことは人道に反する。報いを受けるべきじゃない。いざとなれば私が始末する。まったく簡単に言わないでちょうだい。あなたにはわからない高度に政治的な話なの。スタールと取引したの。なんで。彼は国家の存続と国民の命を保証したの。これでようやく強い立場で交渉に臨めるようになったのよ。我々がずっと望んできた当然の権利。そんなのまやかしよ。私の体を流れている血のことを忘れたの。あなた、私に意見するつもり。どちらが標的でも私は殺される。いいから黙りなさい。母さん、お願い。その呼び方はやめて。あなたの意見など聞かない。警備兵、あなたを送るわ。安全な場所に。待って、ダメ。母さん、お願い、考え直して。元は同じ種族なのに今や敵同士。おかしなものね。こんなことを考えたらダメなのに。生かしておいて。しないと。ダメだ、時間がない。私の指示に従えばここから逃がしてやる。私が守る。脱出するチャンスは一度だけ、それだけだ。どこにいるんだ。近くだ。よし、あまり時間がない。指示通りに動いてくれ。待て、それでは飛び越えられない。すぐに制御装置をハッキングする。よし、先に進め。コンテナをよじ登れ。走って飛び越えるんだ。
その先にある監視カメラを停止させる。急いで進んでくれ。長くは停止できないからな。もう一つ。それは整備用のドローンだ。危険はない。運が良かったな。死んでてもおかしくない。足元に注意しろ。どこに向かっているか教えるなら協力する。脱出を手伝っている。そんなこと信じられない。お前を救うために仲間を殺すのは楽しいことじゃない、エージェント。私の言葉じゃダメなら行動を信じろ。前方に警備兵が2名。彼らの無線にアクセスした。途切れ途切れだが、できるだけ転送する。ライトが見える。音を立てるな。チーフ、こちら33。行け。巡回と監視を開始する。追って報告する。来い、エージェント。待て、俺はどこに行けばいい？聞こえてるか？
てここからは出られないぞ。生きて出た奴はいない。命令違反の常習犯だな。マッサを渡すんじゃなかった。生かしておくと利用される。どちらにも移動しよう。今見つかったら殺される。ここは外出禁止令が出されている。通りから移動しよう。事態を把握されるのも時間の問題だ。その前にできるだけ距離を稼いでおく必要がある。古い密輸ルートが使えるかもしれない。これで壁の近くまで出られる。だが人目につく。彼らは全力で追ってくるはずだ。ベクタとのハーフか。父親を知ってるのか。そんな疑問はとうの昔に捨てたよ。自分のことは分かってる。恥じてもいない。大事なのは国民の未来だ。なら国民を助けろ。リサリも同じだ。なぜ戦争を始めようとする。それは他に選択肢がないと思っているからだ。攻撃すれば必ず反撃する。当然じゃないか。国民と住処を守っているだけだ。それしか残っていないんだ。そちらの人々に言って引き下がらせろ。何としても止めなければ。絶対に犠牲になるのは普通の人々の命だ。これ以上時間がない。上がったら駆け抜けろ。あなたのデータをネットワークに登録したわ。これでロボットや標的を思いのままハッキングできる。試しにそこの鉄格子を狙ってみて。さあこいつをハッキングして。装置へ移動させて起爆しろ。いいわ。またハッキングして窓を使って扉の反対側に抜けるのよ。昨日新ヘルガーン各地区では軍事演習が行われました。演習では銃撃や砲撃が行われ、実戦さながらの訓練が繰り広げられました。新ヘルガーンは国民の勇気を称え、我が国における来るべき侵攻に備え、国民が勇敢に行動するよう呼びかけています。これが必要だ。目的を忘れないで。シンクレアを説得して。彼はあなたを信頼している。 VSA の局長ならベクタ全体が従うはず。俺を信用する理由は何なの？ないわ。でも仲間を救いたい気持ちは同じだと信じてる。壁に向かって進め。私は高所から援護する。目標を指示しろ。第37収容センターに向かわないと。ここを切り抜けるわよ。片付いたわ。電球に入れ。
隊員により町全体に外出禁令が発令された。違反者は逮捕の対象となる。地面通りから退去するように。足を引っ込めている。向こう側に渡るのよ。司令部、ライデン2、セクター4で銃声。ライデン2、こちら司令部。部隊展開に問題発生。マークした。暗号通信がおかしい。人員を配置して指示を待て。命中した。マークしたぞ。仕留めた。やれ。排除した。任せたぞ。敵を倒した。撃て。標的を指定した。敵を片付けた。娘が喘息で薬を買いに出かけたんだ。ひざまずけ、ホームレス。待って、ひざまずけと言ったろ。頼む、どうか。助かった。やつらが探してるのはあんただね。司令、ここはライデン6。ほら、大したものじゃないが、役に立つかもしれない。全員死んでいる。全部隊員通。ここに味方がいるといいけどな。
話しろ。敵を片付けた。一人マーク。敵を片付けた。標的を捕捉。標的をマーク。敵をマークした。敵を片付けた。マーク中。敵を片付けた。距離に注意しろ。考え方が変わるでしょ。ベクタ人は私たちの現状を知るべき。これが現実よ、ケラン。これが制裁措置の結果よ。苦しめているのはベクタ人よ。あなたは新しい世代の過激派を増やすのに手を貸しているに過ぎないわ。俺の妻は苦しんで死んだ。なぜだ。ありがとう。なかったからだ。自分では死んだ。誰かは知らないけど、とにかく助けて。上で合流しましょう。マークした。このコンテナは危険だわ。
制御パネルを見つけてクレーンのマグロ服を解除した。そうすればボックスを打って開くことができる。それかマークすれば私が撃つわ。マークしたぞ。敵を片付けた。やれ。敵を片付けた。標的を指定した。敵を片付けた。しますし。敵を片付けた。壁の向こう側を見ろ。俺たちの町はまだくすぶってる。言ったわよね。あなた、ブラックハンドに責任を押し付けりゃいいさ。ベクタに真実はいらない。いるのは正義だ。その代償は、これまで根絶に向き合ったことはなかったはず。そんなのやるだけ無駄だわ。俺たちが決めることじゃない。どうして他の人たちに決めさせるの？なぜ他の人たちに委ねるの？私たちの命なんて彼らには取るに足らないものよ。
クロークなしで司令室にたどり着かなければならない。搬入口で落ち合いましょう。それと私がマークするまで何も撃たないで出ないと敵全員に気づかれるわよ。全て封鎖されてしまった。徒歩では渡れないわ。私が急いで運輸司令室まで行ってくる。援護して強敵を支持する。正当に警備兵を発見したわ。私が見つかる前に排除して倒したわ。復元であるべきなんだ。故郷を守る行為は素晴らしい。嘘ね、ケラ。ベクタ人は何も分かってない。私たちは別の問題で苦しんでいる。私たちは絶望の中で暮らしている。無秩序と暴力に囲まれてね。現実から目を背けたりはしない。真実を知っている。教えて、どちらがより自由なの。私たちは奴隷ではないの。分かった。警戒を解くよう説得してみる。それだけで十分よ。
いい腕前だが、ライフルは返してもらう。ありがとう。さっき言ってたマッサーを殺すってのは本気なのか？やらないと自分が許せない。あなただって同じはず。行こう、あと少しだ。司令塔に行かないといけないわ。セキュリティシステムを無効化する方法を探して。近くにスパイダーマインがあるかもしれないわ。私が位置につくまで待機して。準備はいいわ。標的をマークして。増援部隊が向かっている。一人マーク。敵を片付けた。標的を捕捉。敵を片付けた。通せ。敵を片付けた。標的をマーク。敵を片付けた。司令室に着いたわ。彼らが包囲網を修正している。すぐにここにやってくるはずよ。アンテナが停止している。電源を入れ直す必要があるわ。新しいコンデンサを入手して配電盤に組み込んで。部屋の奥で1個見かけたわ。まずい。コンデンサが屋外にある。管制塔の最下部よ。アレイアンテナは右手にある。急いで。作動させたぞ。アンテナが作動したわ。やったわね。通信システムが立ち上がった。エイタックの制御を奪うのに少し時間をちょうだい。Watch it.
定した。急いで、今がチャンスだ。このエイタックに乗って壁の向こう側へ飛ぼう。本気か？他に方法があるか。シンクレアを説得して引き下がらせて。スタールはどうする？マッサーは？48時間以内にマッサーを殺す。それでスタールは終わりだ。死んだ星しか生き残らない。戦争を回避できる。きっとやれる。これで飛ぶのはあなたが最初だけど、最後にはならないで。シンクレアに会いたい。